思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムシード。クイックガンダムモデル。ストライクガンダム。最新オービンよご賞覧あれ。ついに、銀河英雄伝説、ディノイエゼーゼが始まった。そして、旧作のファント、新作のファントが火花を散らす新たな時代も始まりを告げた。こんなもん銀英伝じゃねえとのたまう旧来のファンに加え、新たに生まれた銀英伝のファンたちが加わり、まさに、かつての古つわものと、新たなつわものたちがしのぎを削る、活気に満ち溢れた時代が、今、ここに到来したのだよ。停滞した時代よりは、はるかに、マシな時代になったとは思わないか。久しぶりだねハム太郎。なんかもう、すんげえステーキ食いに行きたい。これぞ、人間様の食い物って感じの分厚いステーキが食いたい。ここんとこ仕事場に缶詰になっちまって、本当に缶詰しか食ってないのよね。あと、目指しね。黙れです。小汚い部屋で虚しくくすぶっている場合じゃないぞ。すでに、戦いは始まっているのだよ。なるほど、K の言わんとするところはわかった。銀英伝の新作も放送が始まり、まずはバンバンザイというところだな。なんつうか、フレデリカが最近の若者にこびたデザインになってた他は、クラシックがないとこれじゃない感が半端ないな。しかし、このこれじゃない感は正しい。旧作を何十回と見返した俺たちでもな。初めてアニメの銀英伝に接した際には、このような、これじゃない感じを味わったのではなかっただろうか？そうだったそうだった。思い返せば、1988年2月、貴様も劇場へ赴いたはずなのだよ。このアニメを見にな。ぶっちゃけ、銀英伝の劇場版と同時上映されていたのは、最終教師だったのだよね。しかも、どっちかというと、最終教師を見るために劇場へ足を運ぶやつが多かったような気がするのよね。だってさ、客は野郎ばかりで、女の子や家族連れなんて言いやしねえのよね。その客がだよ、みんな一番前の席に集中しているわけなのよ。あえて例えるなら、ヌードデッサンの時に、一番前の席を確保しようとする野郎の行動に似てるやね。だが、しかーし、一番前の席だと、対象の全体像を把握しづらいパティーン。銀英伝も最初から人気があったわけじゃないのだよね。原作からのファンはともかく、一般のアニメファンに人気が出たのは、ウィークリーアニメビデオがリリースされてからでして、劇場版の頃は、あんまし注目されていなかったのは歴史上の事実なんどすえ。なんでかってえと、かの、宇宙戦艦ヤマトが、何度も何度も、これが最後だみてえなことを言いながら、グダグダの続編を垂れ流し、ヤマト復活3カ年計画のオービーンも、これはないよなってくらいのとほほな出来だったもんで。当時のアニメファンはね、もうさ、スペースオペラはもういいよ。みてえな空気になってたんだよね。アニメの主流は、ナンセンスギャグアニメや、ヒーロー型ロボットアニメの時代に移り、それすらも飽きられ。またもや、リメイクアニメの時代に突入しつつあったのですよ。参ったね。そんな中、急にスペースオペラもののアニメが登場しても、いきなりアニメファンの触手が動くことはなかったのですよ。まあ、スタッフに、西崎氏の名前がないか確認くらいはしたけどね。そして、毎週届けられるウィークリーアニメビデオを何十回と見返すわけだな。何百回と見るのはビデオテープが持たないわけで、レーザーディスクが出た時には嬉し涙が出たものだ。ケイもそうだな。なんつう話をね、アニオタの先輩がいたら、一晩中聞かされるわけだよな。かわいそうに。そんなネタ、いらんわーい。キラヤマト、ガンダム、行きます。機動戦士ガンダムシードとは、2002年から前50話が放送された、21世紀のファーストガンダムと銘打たれたガンダムシリーズなのでおます。アニメ本編では、友達の友達は友達じゃないから殺しちまうわ、友達の彼女はかっさらうわ、モビルスーツを強奪するなど、関わった人の人生をめちゃくちゃにしながら、なおも、快進撃を続けるキラ様にファンはメロメロだったもんちっち。ファーストガンダムのオマージュというよりも、主人公、キラヤマトが立身出世する様を描いた、大河的な作品だったのでござんすよ。はい。やめてよね。作画レベルの高さと、揺れるおっぱいなどのエロい演出も大好評。いずれにしても、ガンプラや DVD など関連商品の売り上げはガンダムシリーズでも突出しており、またしてもオワコンと言われ始めていた、シリーズの起爆剤となった作品なのは間違いないのよ。さすがやね。そのアリアマルゼミのパワーは計り知れず、制作の遅延やらで鋼鉄寸前だった福田監督の処分を、白紙撤回させるほどのパワーがあったのですよ。わけわかめ。ありえねえ。ストライクガンダムは、言わずと知れた、機動戦士ガンダムシード前半の主役モビルスーツなんどすえ。本当の名前はストライク。ガンダムをつけて呼ぶのは、バンダイさんとのお約束だったりしたもんよ。ですよねー。その性能は極めて高く、かつ、拡張性に富んだ機体でして、エール、ソード、ランチャーの、3種類のストライカーパックを戦場によって使い分けることで、機体特性を状況に応じて変更することが可能な、すんげー強力な機体だったんだい。そうだそうだ、そうかもしんない。しかも、
フェーズシフトという、エネルギーが続く限り物理攻撃をほぼ無効化する装甲を装備しているため、ビーム兵器を持たないザフトのモビルスーツでは太刀打ちできず、ビーム兵器を装備したモビルスーツ。つまり、ガンダムは、ガンダムでしか倒せなかったのでしたとさ。ヘリオポリスで開発された5機のガンダムでは、地球連合軍に残された唯一のガンダムとして、ザフトに奪われた4機のガンダムと激闘を繰り広げることになるのだよ。そうかそうか、よかったね。クイックガンダムモデルは、2002年に商品展開された新方式の組み立てキットなのですよ。塗装済みの PVC 製パーツと、ABS 製の関節パーツで構成されておりまして、武器と関節以外は全て塗装済みなので、短時間で完成させることが可能な、ガキンチョ向けのお手軽キットなのでございます。その、通り。ストライクガンダムの値段は980円。おそらく、2002年11月前後に発売されたものかと思いやす。これがプラモデルですかって？俺もおもちゃにしか見えないけどね。箱にプラモデルって書いてあっからプラモなんじゃないですかい？なんだかなぁ。当時は、爆発的な売り上げを記録したコレクションシリーズの発売以降、その影響により、関連キットの売れ行きも上々だったもんざいもん。とにもかくにも、模型店は、ストライクのプラモで溢れ返るパティーン。おせおせムードの中、よもすえなストライクの関連商品が多数発売されてたのでありんすよ。何それ怖い。キットは、完成すると10センチ程度の大きさながら、プロポーションに優れた両作キット。武器は、ビームライフルとシールドが付属。関節などのギミックから、モビルスーツインアクションに近い仕様に感じたけども、ユニバーサルユニットのご先祖みてえな代物と言っても、当たらずとも遠からずってとこじゃないかいな。どうなんだろうね本当にね。知らん知らん。作った感じとしては、苦労する部分もなくサクサク組めるのは高ポイント。欠点としては、やはり値段が高めなことと、この値段で、エールストライカーがついてない点がいただけないのよ。参ったね。しかしながら、当時のキットとしては、関節の構成が大胆、かつ、関節軸の位置が秀逸でして、特に、膝の関節などは、正座に近い姿勢を取らせることが可能だったのですよ。わけわかめ。この部分に関しては、ある意味、当時のコレクションシリーズや、ハイグレードシリーズを上回る構造と言っても過言じゃねえのでござりまする。嘘っぱちだー。ストライクにストライカーパックがついてない仕様など、極めて初期の段階でリリースが決定した商品には違いないのだけどもね。当時の評価は芳しくなく、ガキンチョ向けのキットとしては、値段が高すぎるのも敬遠される理由となり、時が経過するにつれ、次第にワゴンで見かけることが多くなったのですよ。あいたたたー。PVC 製なので、なんだか柔らかそうな印象なのだけど、実際にはかなり硬い素材なのだよね。弾力もあるので、落としたくらいじゃ壊れないくらいの強度はあるのよ。これほんと。箱は吊るすことが可能なので、当時は、お祭りの出店のくじなどで活躍していたもんちっち。今でも、街中の模型店やおもちゃ屋に売れ残っていることが多いのだけれど、定価だと、ちょっと勇気がいるような、そんなキットなのでござりまする。こんなキット、いらんわーい。